Hello, my name is Jana and I am your navigator for today. Today we came to Iruma City in Saitama. Saitama Iruma, one of Japan's leading streets called Chodokoro Street. A straight road in a tea plantation that stretches for about 6 kilometers. Where is a tea plantation in this place surrounded by this rich nature? So today we are going to make the famous Sayama tea by our own hands here in Iruma. So let's go to tea farm! Tea farm at Iruma City, Saitama Prefecture. Tanaka Tea Farm. Tanaka さん、中皆さん、本日よろしくお願いいたします。お願いします。田中製茶園の田中信です。純日本紅茶合同会社の紅茶の製造コンサルタントやってます、中峰と申します。で、今日はお茶摘み体験をこうさせていただけるということなので教えてもらえますか。はい、じゃあ早速あの茶園の方行ってみましょう。は、行きましょう。はい、行きましょう。レッツゴー。行きましょう。お茶畑に来ました。すごーい。何この癒し空間、素晴らしいですね。はい、でここでお茶摘みをするんですか。そうですね、はい、今日じゃあちょっとお茶摘みの体験をしてもらいましょう。イエイ。はい、ヤブキタっていう品種になります。茶の種類の中では一般的一番あの栽培されている面積が多いんですよね、ヤブキタが。味が良くて、じゃあ飲んだ方あるかもしれない。そうですね、一番日本茶ではポピュラーなお茶っ葉ですね。お茶の葉っぱは上の方が柔らかいので、そこの部分を摘んでもらいます。はい、ちょっと触ってもらうと分かります。触ってみてください。柔らかい。柔らかいですよね。はい、そっか、下行くとちょっと硬くなって、はい、真ん中に芯棒がありますよね、尖ってるところ、はい、これを1本目、2本目、3本目、一芯二葉って言います。一つの芯に二つの葉っぱ。で、摘むときはこういうふうに摘まないで、こういうふうに摘みます。親指こっち側にして寝かせてあげて、パチン。こういうふうに摘まないで、そうそうそう。これで二個で。そう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 。こっち側でこういうふうにやって。はい、そう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 、ううそれで でそう2本目、はい、パチンって切れます。あれパチッ、はい、パチッ、そう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 、はい、はい、じゃあちょっと積んでってみましょう。はい、あ、すごいすごいすごい、もう、はい、あ、すごい、もうできてる。やった、素晴らしいですね。1、2、3枚、こうやって、はい、パキンって、はい、すごい、もうプロ顔負け。明日から結局明日からここで働けます、ここで。じゃあここで素晴らしいから、明日から田中農園さんの入ります、社員でお願いします。綺麗、ほら、すごい揃ってますね、大きさが。大きさが揃ってて綺麗、素晴らしいです。でも大変ですよね、はい、これ、はい、こう手で一個一個摘むの。はい、じゃあ今日は頑張ってもらいましょう。全部全部頑張ってました。帰れない、帰ります。ごめんね、帰ります。香りは、まあ、少しはしますけど、はい、まだあれですか、はい、青い感じの葉っぱの匂いですよね。まあ、葉っぱですよ。当たり前なんですけど葉っぱの匂いです。だからちょっと緑色っぽいようなフレッシュな感じの香りで、緑茶ともちょっと違いますよね。そうですね、はい、どれぐらいの葉っぱでどれぐらいのお茶のこう出来上がったお茶の、はい、100キロぐらいですね。100キロ、葉っぱ100キロ、葉っぱ100キロ、はい、そこから出来上がる、このもうみんな慣れてるあの、はい、だいたい煎茶だとだいたい5分の1ぐらいになるんですよね。20キロぐらいですかね。茶だと4分の1ぐらいですかね。今日作る紅茶ってだいたいどれくらいですかね。そうそう、25キロぐらいですかね。25キロぐらいですかね。紅茶って同じ葉っぱで作るの。はい、ね、焦がしてってことですか。じゃあそれも工場へ行って少し体験してもらいましょうかね。でもこれすごい目から鱗だね。はい、
はい、じゃあこれから工場行ってこの葉っぱがどうなるか見てみましょう。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。これ何が、これ葉っぱが生えてる。はい、で、ここ、おー、いっぱい生えてる。これで干してるんですか。そうですね、はい。だからさっき摘んでもらったお茶葉よりもだいぶしおれてる。そうですね、はい、ちょっとふにゃっと。そうで、こうやって一晩しおらせる。で、一晩だけ。そうそう、一晩だ。これは昨日やったやつ。これ何キロぐらい生えてる。なんだ、これで20キロ。へぇー、だいたいだから今10キロぐらいになってる。とか水が飛んで。そうそうそう、水分が、あのウィザリング。なるほど。今度お茶を揉むんです。強く揉む。へー。で、それは機械でやってるんで、ちょっと機械を見てみて。おー、すごい、すごい香りが漂ってて素敵。ブラシでこうやってやるんですか。上から重りが入ってて、で、重りで押しつぶしてこうやって揉んでる。あー、いい香り。さっきの摘んだばっかりの茶葉はちょっと緑色っぽい感じ。そうですね、匂いがしたと思うんですけど、ここはだいぶ違いますよね。なんかその出来たての紅茶の一番最初に感じる香りに近い。やっぱり緑のあれよりはどっちかというと熟成した果実。ちょっとフルーティーな感じ。フルーティーなちょっと感じの香りに変わってます。この揉んだ紅茶を発酵って言って、水分と合わせて30度ぐらいの温度を保って、でそれで大体2時間ぐらい、もっとこの香りが強くなって、すごい、もっと本当に果実っぽい香りになる。乾燥の方をちょっと見てみます。あったかい空気で。ここ、そうですね、今乾燥が終わったばっかりの紅茶です。で、なんかあったかい。あったかい、いやいや、香り、あの香りがあったかいんです。こうあったかみのある、まあ、発酵の感じもしますし、すごいまろやかな感じ。最初結局水分を減らせるでしょ。で、その後お茶葉を10年って揉んで発酵させて乾燥させるっていう、だいたい4通りの工程から5通りの工程。4日間。いやいや、時間的にはだから今日1日でできちゃうんだけど。1日でできちゃう、はい、多分今さっきお茶を揉んでるやつがここの乾燥まで終わるのはだいたい夜だいぶ遅い時間帯です。あ、10時間ちょっと自然にある香りな感じは、果物っぽいちょっと香りとか、ドライフルーツ、ドライフルーツの香りがちょっと近いかな。そうですね、同じ、まあ同じですよね、フルーツも乾かして。これを、この紅茶、じゃあ後で飲んでもらいますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、飲みたい。こう流れて、こう、へえ、かわいい。こういう感じで、こういった感じ。その狭山茶の魅力についてぜひ教えていただきたいです。はいはい、お茶の生産地としては、まあ、あの北限に近いあたりにあるものですから、まあ、寒暖の差が激しくて葉っぱが肉厚になってですね、で味がまあ濃くて、ね、美味しいというふうに言われてまして。まあ、江戸時代の頃からですね、まあ、茶摘み板というのがあってですね、もう色は静岡、香りは宇治を、味は狭山でとどめを刺すという、そういう歌があってですね、昔から味は狭山が美味しいということで有名だったんですよね。狭山のお茶美味しいっていうのは今でもですね、続いています。畑でこう見たけど虫とかいっぱいいそうで、何かその一番の農薬とかですね、化学肥料を使わずにお茶を栽培してまして。大変ですね、きっと。そうなんですね、結構虫に刺されたような。いや、来ちゃう。自分も刺されるんですか、ご自身。ええ、
っぱい刺されてあの痒かったりする。なんか全然治らない虫とか。そうなそう、ね、さっきちょっと聞いててわあ大変な、なんか命がけのお仕事だなって思いました。でもそうやって農薬とか使わないであの栽培してると、いろんな、まあ、いろんな種類の虫がこう息づくようになってですね、まあ、益虫とかもいて害虫を食べてくれたり、そこの中でこういろいろな循環が生まれてくるんですよね。もうエコシステムみたいな感じ、自然のこう自然をいただく感じで、そうなんですよ。お茶の木もすごく丈夫に、むしろあの丈夫になるっていうんですかね、虫に食われたりなんかしながらだんだんそのお茶の木も強くなっていく、そういう薬に頼らなくても、なるほど、お茶の木が丈夫になっていいお茶、美味しいお茶が飲めるようによりなって、肉厚でですね、香りもよく、美味しいお茶に。先ほど教えてもらったんですけど、こう葉っぱからこのグリーンティーもブラックティーも両方作れるんですが、はい、そのどうして狭山茶をこう紅茶を作るために選んだんですか？さっき田中さんがおっしゃっていただいた通り、味は狭山でとどめを刺すっていうぐらい、狭山茶って味がすごい素晴らしいんですよね。だけどちょっとだけ残念なんですけど、僕あんまりグリーンティー好きじゃないんですよ。じゃあご自身の好み、ご自身の好みから初めて聞きました。ごめんなさい。じゃあ紅茶は好きなんですか？そうなんですよね。だったら美味しい紅茶ができるんじゃないかって、緑茶も美味しいつったら美味しいお茶っ葉なんで、つったら狭山茶で作る紅茶は日本一美味しい紅茶ができると思ったんですよ。おー、なるほど。で、僕自身もそれ飲みたいなと思ってて、それで狭山茶で紅茶を作るっていうのをちょっと一緒にやりませんかっていうふうにお声掛けして、で今年イギリスの品評会にもう出してるんです。おー、それでこう認められる感じですか？わかんないですけど、わからないです。もうちょっと後になってくるので、後でちゃんと報告します。楽しみですね、はい。やっぱりイギリスといえば、まあ、ロシアもそうだけど、やっぱこう紅茶飲む文化すごい、ね、本当に。だから僕らが自己満足で美味しいんだよって言ってるんではなくて、ちゃんとイギリスのちゃんとした機関が本当に美味しい紅茶だよっていうことで賞をくれるといいなって楽しみにしててください。あのこちらの方は、あ、これあの長男、あ、そうなんですね、はい、田中邦光と申します。この家で生まれて、ずっとお茶を作ってるのを見ながら育ってきました。19、20代、まあ、ずっとお茶ばっかり作ってたわけじゃないんですけどね、うん、農家としては、はい、うん、ちょっと始まってでお茶に変わって、そう。じゃあご自身でもこれからそういう道を進みますか？そうですね、やっぱりあの農業は今どんどん後継者が少なくなってたりとか、高齢化が進んでるっていうことですごく厳しい状況にあるっていうのを常にこう聞きながら過ごしてきたっていうのはあるんですけど、でもやっぱり農業を見てるとすごく楽しかったりとか、いろんな魅力があると思うので、そういうのを周りの人とかともこう一緒に楽しみつつ、農業がより発展していったらいいなっていう気持ちもあって農業は興味があります。素晴らしい。じゃあ後取りってことですね、これから。いいよ、20代で頑張ってね。やっぱり日本のいろんな飲み物すごいいっぱいありますよね。いろんな趣向が多様化してるんで、あのフレーバーティー、今までは煎茶ばっかり作ってたんですけど、まあ、紅茶とか、まあ、中峰さんの、 あの協力を得てですね、紅茶を作って、そして、まあ、フレーバーティーとか、まあ、いろんなニーズに合わせて、ね、バラエティーに、ね、どんなメニューを、ね、用意して、ね、作りっていうところです。さっきお茶摘んでもらったんで紅茶作りましたので、紅茶飲んでみませんか？もう言ってくれないかと思ってました。それはもちろん飲みたいですよ。ぜひいただきます。はい、じゃあ紅茶を入れてみましょう。イエーイ、いただきます。緑茶はね、お湯の温度少し下げた70度とか、いいお茶になると60度ぐらいっていうすごい低い温度で入れることもありますよね。はい、だけど紅茶は沸かしたてのお湯、すごく熱いの方がいいんですね。いい紅茶って葉っぱの状態に戻るんですね。で、カップもあらかじめちょっとお湯で温めてあります。でそっちの方がね、美味しい紅茶になるんです。
が香りがすごいありますね、ちゃんと。なんか色がこうしっかり出る割には苦い飲めないとかわけじゃなくて、ちゃんとちょうどいい感じ。本当に美味しい紅茶って、そうやって冷めた時に渋くない。 Iruma City is about an hour by train from central Tokyo. It is a famous place in Saitama Prefecture with beautiful nature. The famous sightseeing spots include the old Ishikawagumi Seishu Western style buildingand the area around Johnson Town, an American-style townscape. There are many other attractive places, but you don't know yet.